インザプールは、奥田秀夫による日本の短編小説集及びその、表題作、また、それを原作とした2005年の日本の映画作品、2019年に舞台化、精神科医イラブシリーズの第一作、第127回、直木賞候補になった、イラブ総合病院の地下にある神経科を訪れる、人々と、彼らを見る意師を描いた作品、 以下の5編が収録されている。2009年10月、フジテレビ、のいたみな枠で、空中ブランこのタイトルで、シリーズがアニメ化される。本作からは、立ちっぱなし、フレンズ、いっても立ってもが、また、コンパニオンが、天才子役のサブタイトルに変更され、第9話でアニメ化される。2005年5月21日公開。原作のうち、インザプール、立ちっぱなし。 いてもたっても、お映画化。オムニバスでなく、三つの物語が微妙にリンクしながら、並行して描かれる。2019年に、渡辺徹と内博隆の二人芝居により、舞台化。2010年11月26日発売、ダイスクリエイティブ。キャストは月猫座のメンバー。声は、左が月猫座でのキャラクター名、右のカッコ内が声優名。 CD という媒体のみならず、オトバンクのフィービーで配信されている。立ちっぱなし、いても立っても、は、CD には収録されておらず、フィービーでのみ、視聴購入可能である。ありがとうございます。